たまにはちょっと靴のシリーズもあの紹介してみたいなと思いましてえ紹介させていただきますこちらがですね BK088 のウォータープルフライディングシューズという定番の靴になりますね、えー、このような割とシンプルなシンプルかつ結構シュッとした形のライディングシューズになっておりますこれは防水構造になっておりますね、はい でこのような形でアンクルパッドアンクルプロテクターとつま先のシフトパッチこれを備えたライディングシューズになっておりますでなおかつ防水ですこの季節にはねすごくいいんじゃないかなと思いますでなおかつ、えー、車からのねあの非視認性を高める反射の材がこちらの、えー、サイドの部分とヒールのところですねこちらに入っておりますはい。でこの 上のベルトのところでちょっと、ね、靴靴紐がダブついたところでまとめてもらってペダルとかに干渉しないように止めていただく機能がありますこちらの靴がです,、ね、すごくいいポイントがありましてかなりですね防水性の信頼が高い感じになっておりますはいちょっとですね、まあ、あの瞬間的にあんまり長い時間つけてられないんですけど一回これつけてみますね はい、こちら水につけるで、えっと、防水の層は大体このくるぶしのちょっと下ぐらいですかね、えっと、こ,のあのこの辺りぐらいまで入っているので基本的にはここまで。 つけても水が入らないような構造になっているんですけど長時間水に触れているとこの生地を伝ってですね中から吸い上げる形で染みてしまうことがあるのでそれはちょっとご容赦頂きたいんですけどもあの、まあ、基本的にはこれぐらいのつかるぐらいであれば全く内部まで濡れることはないですね、はい、かなり防水性能には定評のある靴になりますので BK088 ですねあの 日本のお客様はやっぱりですねこちらの幅広構造があの気にされる方がお客様いっぱいいらっしゃるんですけども、えー、基本的にはあの日本の木型ではないので3位、e、とか4位、e、とかそういう基準のあるものではないですただそんなにすごく狭い仕様にもなっていないのでいつもですね聞かれた時にあの感覚値として答えるのは まあ2位と3位の間、まあ、3位まで行くほどではないけれどもそれに近いぐらいの幅の広さがありますよというふうには答えております。ということで、はい、ご参考いただければなと思います、はい、ありがとうございます。